はい、改めて田中さん、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと本当に貴重なお話をたくさん聞かせていただいて、いえいえ、こちらこそたくさんボケていただきまして、いや、あんまり言わないでください。ボケて頑張りましたよ、ボケも。いや、あんまり言うなってたくさん、ちょっと頑張っていただいて、やめて、そんな、あと2分ね、我慢したらよかったのに、どうしてもおしっこに行かなきゃいあの、切り出し方キモすぎてね、おしっこ行ったらもう2分ぐらい。一つ質問いいですか？死ぬほど急ぐでご飯、あの、ご飯じゃなかった、おしっこのことご飯やとは思ってないんですけど。俺、カゴのやつ、自転車のカゴのやつも、そんなん食べようとしちゃって、自転車のうんこもご飯入ってる、ご飯やと思ってるんですけど、トイレや、朝やから、おしっことかうんこご飯やと思ってる、思ってるけど、はぁやないね、最悪や、ご飯朝やから、これ最後に飲むんですけど、すごいことになってますけど、そんな主食と思ってないけど、これは朝の9時なんですよ、皆さん、ね、全然汚い話をしてしまったから申し訳ないですけど、ありがとうございます、はい、いや楽しかったです、ね、いや本当に楽しくさせていただきました、ありがとうございます。ちょっとあの告知などあればしていただきたい、ですね、6月の29日にですね、はい、あの吉本漫才劇場で僕たち毎月やってる、僕たちと日本の社長と、ケント深谷の3組やってる深本理香という、ライブがありますので、これ毎月ね、いろんな楽しい対決コーナーやってるんで、オンラインでも歌えますんで、ぜひ見てください、お願いします、お願いします。何か最後、あ、もう大丈夫そうですか、告知以外に一言みたいな。また絶対大阪春夏秋冬さんのライブに呼んでくださいね。お二人、あ、すごい、大丈夫ですか、ぬえって言ったよ、ぬえってやってくれました。お二人本当にありがとうございました。